鳥居真知子さん、今日もコメントありがとうございます。速稼塾の久保でございます。隠居してね、もう5年になりますけども、いつもいつもね、ご隠居様と慕っていただきまして本当に感謝しております。で、今回ね、こういうふうなコメントだったんですよ。動画をね、いつも見ていただいてるんですけども、気になっても直に私みたいに文春はじめ4冊買ってじゃあ読むんですかと言われると、パラパラと見ただけで手元にあるだけがというふうなコメントなんですけども、まあ本を買ってね、読んでみようかなと思ったけども、なかなかね、読む時間がなかったり、そもそも字がねちっちゃいんで、の読むのが億劫になる気持ちわかります。私もちょっと目がね、ちょっと悪くなってきてるところなんでね、老眼だと思うんですけどね。はい、その中でね、やっぱり雑誌に書かれてる内容をまとめて動画で伝えてくださる、耳で聞けば分かるようにしてくださるっていうのは非常にね、いいことかなと私も思いまして、いろんなニュースをこうやって解説してるわけなんですけども、まあ私の個人的な意見も入ってるんですけどもね、まあ今回ね、真知子さんがすごくいい指摘をしてくださいました。今ね、国会議員の方とかはじめ公務員の方っていうのは基本的に収入とか所得が落ちるわけではないので、全く生活に困ってないと思うんですよ。ね、そう言ったらまた反発浴びそうですけども、民間に比べてです。税金を払う方と税金で暮らす方とって考えると、税金で暮らす方は痛くも痒くもない金銭的なね、暮らしを送ってると思いますけども、税金を払う方としては仕事がない、納税は来ると、もう散々なんですよ。で、保証は少ないというね、もう本当にね、この国に納税していいんだろうかってとこまで来ますよね。その中でもね、本当にかわいそうなのが、志を持って進学をされた大学とか専門学校に行かれた方で、今回話題になっているのは大学生の方なんですけども、その大学生の方っていうのはもしかしてね、お金がないっていう理由で勉強を諦めないといけないとかね、アルバイトがないからっていうんで生活が支えられなくて本当に困ってる状況になるんですよ。これはね、非常にね、個人的にではないです、公にもこの国家としての財産を逸失している可能性があるんですよ。というのが、大学生の方とか就学を目指して二十歳前後でもね、頑張って勉強してらっしゃる方、そこにお金を投じて自分を就学の場に置いてる方っていうのは、それなりのリスクを投じて自分の人生に投資してくださってるんですよ。それは個人的に20年30年40年と働く場を得るっていう意味で進学してるのかもしれませんけども、その方がこの国家の根幹を支えることは間違いないんですよ。でもここでね、20代で就職に失敗してしまうとどういうことになるか、大学に行けないってことで学習を得られないってことによって挫折するとどういうことになるかっていうと、国家的な損失なんですよ。ただでさえ出生率が落ちてきて、昨年の出生も86万人だったわけですよね。で、この中で数少ない若い者が学びの場とか競争の場を失うってことはどういうことになるかっていうと、このまんま今回のね、菅政権もよろしく、ご老人がこの国を支えていくってことになるんですよ。もうすでに定年退職して悠々自適な暮らしを送っていただきたい方も、その老兵のままね、鞭打って戦わなくてはならない第一線、そして世界に向けてってことになりますんで、はなはな不利ですよね。やっぱこれからは若くて IT リテラシーの高いね、発想の豊かな体力もある、そういった20代30代40代の方がしっかりと社会の中心にいなくてはならないのに、その将来の社会の中心にいるべき今の金の卵、19、20歳、20代前半の方がこういうふうなね、社会に出る最初の一歩でつまずいて、その保護もないってことになると、この先どうなるんでしょうかってことなんですよ。海外の優秀な人にこの日本という国は駆逐されていくんではないかなって気がしてならないんですよね。ということでね、本当にね、今回真知子さんがいい指摘をしてくださいました。本当に大学生とかね、学生の方、若い方は自分の責任ではないのに、こういった債務を押し付けられて、それこそね、将来世代に月を残すってことになりますので、じゃあ将来世代に月を残さないためにどうすればいいか、財政出動ですね。今現在お金に困っている方にお金に困らない状態にするまでお金を配っていく、これしかないと思います。当然得れるべきだった所得、これがね、強制的に落ちてるわけですから、その差額を補填するということをして、経済を支えていく、事業を支えていく、店舗を支えていくってことに、なると思うんですよ。そうすることによってね、10年後、20年後、今の店舗が潰れずに、今の会社が潰れずに、就学の場ですとか、就業の場っていうのが維持されて、そして供給も維持されるということなんで、将来世代に月を残さないということになるんですけども、今ね、将来世代に月を残すからっていうことで、政府がお金を、財政出動を出し惜しむと、いろんな会社が倒産し、就職先がなくなり、就学の場を失い、すっからかんのね、日本っていうことになってしまうんですよ。どうですかね、10年後、あらゆる店や商店が潰れていって、外資系の店ばかりになっていく。中国とかアメリカの店がね、立ち並んで、
歌舞伎町はすでに日本人の国ではなくて外国のリトルシティになってしまうっていう、こういうふうな構想を得た時にすごく怖いなと思うんですよね。ただでさえ北海道の土地や水源っていうのはかなりの数買収されてると聞きますし、ニセコ地方とか中心にですね、まあ、日本人が日本を買えなくなってきてるっていうこの現状をね、どういうふうに考えるかってことになると思います。本日はこのぐらいにしておきましょうかね。それではいってらっしゃい。